皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、こちらの動画ですね、以前私がアップさせていただいていたんですけども、私自身が肌荒れをした時の話だったりとか、その肌荒れの改善した方法の話をした動画なんですけども、ありがたいことに本当にたくさんの方に見ていただきまして、いろんな肌の悩みだったりとか肌の質問とかですねをよくいただいていたので、今日はいただいた悩みや質問の中からすごく多かった内容について私なりに詳しくお話しさせていただきたいなと思います。よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ではまずね、私自身が肌荒れをした原因を少しだけお話ししたいと思います。私が肌荒れをした原因がストレス、自律神経の乱れ、季節の変わり目、花粉症といったものが原因で肌荒れをしてしまいました。元はね、そんなにこう肌荒れをする体質ではなくって、思春期ニキビとかも少ない方だったんですけど、こういったことが原因でこういう風になってしまいました。約1年半ぐらいですね経っているんですけど、今ノーファンデの状態なんですけども、そのくらいでも全然人前に出たりとか出かけたりすることができるような状態になりました。で、まあどういった風に改善していったのかとかっていう話の内容はこちらの動画で詳しくお話ししているので、もし興味がある方はこちらから見ていただけるといいかなと思います。はい、でまあこういった感じなんですけども、よくそこでね多くいただいた肌の悩みのコメントが、ニキビ跡はどう改善していったんですかっていうことだったんですけども、今からですね私の経験をもとにお話しするので、もちろん個人差はあると思いますし、これがね全ての人に対する答えではないかもしれないんですけども、まあよかったら参考にしていただけるといいかなと思います。私がですねニキビ跡だったりとか、あとはまあニキビ肌を改善するためにやってきたこと本当にいろいろあるんですけども、まあ、毎日パックがいいと言われてみればやってみたり、まあ、そのねニキビ跡にすごくいいよって言われるようなスキンケアをやってみたり、お高いデパートとかにね売ってあるようなスキンケア類を使ってみたり、市販の薬ですね、ニキビの症状を抑えるような薬とかも使ってはきたんですけども、一時的にはね治ったんですよ。でもまたね同じ肌荒れを繰り返すっていう状態だったんですよね。でこんなにねいろんないいと言われるものをたくさん使って外からねいろんなケアをやってきているのに治らないっていうことは、外からのケアじゃなくって私自身の中身からのケアが足りていないんだろうなっていうふうに思って、これを機に中身からのケアも取り組むようにしました。でこの中身からのケアをニキビ跡を改善するにあたってどういったことをやればいいのかっていうと、ターンオーバーを正常に戻すっていうことです。このターンオーバーっていうのがお肌の生まれ変わりのサイクルになっていて、だいたい正常なお肌の場合だと通常28日ぐらいでお肌がねこう生まれ変わるようになっているんですけども、お肌が荒れている人だったりだとか、まあ、ストレスを多く感じている状態の人ってターンオーバーっていうのが乱れている状態になっているので、肌荒れをしていろんなことをやっていても改善がすごく遅かったりだとか、もちろんニキビ跡も治るのにすごく時間がかかったりしてしまいます。なのでこのね乱れている状態を正常に戻すっていうことをやらなきゃいけないんですけども、このターンオーバーを正常に戻す方法としては、もうこれねすごい遠回りに聞こえるかもしれないんですけども、生活習慣を整えるということです。そんな普通のことなのって思いがちかもしれないんですけども、意外とね肌が荒れている状態の時って生活習慣乱れていないように見えて乱れていたりとかするので、いろいろケアをやっていて治らないなって思う方はぜひこう見つめ直していただけるといいかなって思うんですけども、この生活習慣を整えるのに必要なことっていうのはたくさんあるんですけども、まあ例えば睡眠不足ですね、だいたい6時間から7時間くらいはなるべく睡眠をとった方が良かったりだとか、水分を1日 1.5 から2リットルぐらいを一気に飲むんじゃなくってこまめにとったり、あとは偏った食事じゃなくてバランスのいい食事をとってみたり、まあ、ストレスを多く感じている人だったらそのストレスを解消したりだとか、甘いものの食べ過ぎ、あとは寝る前の飲食とか、本当にねいろいろあるんですけども、肌荒れをした原因って人それぞれだとは思うんですけども、何かしら絶対こうこの生活習慣の何かが乱れていると思うんですよね。なので、まあ、そこは自分自身にしかわからないので、まあ、自分の今の生活習慣を見つめ直して
あ、自分はここが乱れているから荒れているのかなっていうふうに考えていただけると一番こう改善の近道になるのかなっていうふうに思います。で、まあ、このターンオーバーが乱れる理由が他にもあって、不十分な洗顔だったり間違った洗顔方法、あとは過剰なスキンケアっていうことですね。過剰なスキンケアは私自身も肌が荒れてる時にねやっていて、逆にねそれが原因でまた肌が荒れてしまったりっていうことがあったので、肌が荒れている時はもうあんまり過剰なケアはしすぎずに本当にシンプルなケアをやってみるのがいいのかなっていうふうに思います。で、よくねターンオーバーを良くするに至ってピーリングをしたりする方もいるかなって思うんですけど、荒れている時にピーリングは絶対しない方がいいと思います。プロのお店とかだったらまたちょっと違うのかもしれないんですけど、自分自身でピーリングのあるようなものを使ってしまうとピーリングってすごく刺激が強いんですよね。なので私は自分でやって逆に荒れちゃったりっていう経験もあるので、そういったピーリングとかっていうのもあんまり荒れている時は自分でやらない方がいいかなって思います。で、この不十分な洗顔とか間違った洗顔方法についてなんですけども、ちゃんとした洗顔方法をやることによって肌荒れの改善ももちろんそうなんですけど、毛穴の黒ずみだったり角栓の改善にもつながるので、私が普段やっているやり方を別の動画で近々ご紹介しようかなと思っているので、そちらをまたね見ていただけたらいいかなって思います。あとよく私が言ってるんですけど、ノーファンデですね。肌が荒れている時にいろいろあれこれ肌につけちゃうと肌により負担をかけてしまうことになってしまうので、なるべくですねファンデーションを塗らないようにして、こう石鹸で落とせるような BB クリームだったりだとか、気になるところだけコンシーラーで隠すっていうようなことをやってみたりとかするといいかなって思います。はい。で、まああれこれねちょっとこう、まあ、私なりの経験を踏まえてお話しさせていただいたんですけども、まとめると外からのケアはもちろん大切なんですけども、お肌の改善に至って一番大事なのは中からのケアをとにかく意識してやるっていうことです。これはね本当に私いろいろ経験してきて、いろんなスキンケア品とかを試してきて思ったんですけど、もちろんねそのスキンケアもすごく良かったし改善にもなるんですけども、外か中かっていうと私的には中のケアの方が大きくって、一番こう肌荒れを繰り返さないようになったのもこの中からのケアが一番良かったのかなっていうふうに思います。この中身から改善をしていくことによってニキビ跡の改善もすごく早くなっていきますし、繰り返されるようなニキビ、切れ物っていうのがほとんどなくなります。なのですごいねやっぱ時間はどうしてもかかってしまうし、根気強くやらなきゃいけない部分もあって辛い思いももちろんするし、私自身もしたんですけど、今思うとやってきてよかったなっていう風に思えているので、今すごくねもし肌荒れで悩んでいる方がいましたら、今はすごく辛いとは思うんですけども、未来のお肌は良くなるので、ぜひ自分の生活習慣を整えたりだとか、まあ、そのね肌荒れをした原因っていうのを探ってそれを見つめ直したりとかっていう風なことをやっていただけるといいのかなっていう風に思います。いろんなケアの方法が世の中出回ってはいるんですけども、もちろんそれもすごくいいと思いますし改善の近道かなとは思うんですけども、中身からのケアもやっていくことでより早く改善の近道になるかなと思うので、まあもし悩んでいる方がいたらぜひ少しでも参考にしていただけたらいいかなっていうふうに思います。はい。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったなと思う方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。How can I tell you what I wanna